はい、皆さんこんにちは、モットーです。今回も高原花畑キャンプ場に来ております。風の音聞こえてるかどうかわからないんですが、まあ、結構今日は日中 7-8 メーターぐらいの風が吹くんで、注意しながらやっていきたいと思います。今日は焚き火はせずに、もう完全におこもりキャンプの状態でやっていきたいと思いますね。でサイトの状態は、まあ、今回はいいアンバランスで、私の方がここに1台で、その周りはほとんどいなくて、離れに1グループ、奥に1グループ、この奥に2グループ、このような間隔で空いてますんで、たっぷり喋れるのかなと思います。それでは行ってきたいと思います。はい、私の今回の張り方はドキキャンプの G2000 を張っております。外側に、ちょっと今充電してますんで、前面と後辺に TPU の膜ですね。で後ろ側はまあ誰も張らないんで、夜はもうこのままかなと思います。正面だけ、寝るときは膜を閉じて、過ごしたいかなと思います。で今回はもう完全に外側には焚き火のセットは置かず、もう完全におこもりの状態にしてます。アルパカストーブですね。まあとは、まあ、通常の寝袋とテーブルは前回紹介したラーテルワークスのテーブルを使ってます。今日は寒波が来るということで、まあ、0度ぐらいまでこの辺は落ち込むんですが、まあ、日中今まあ7度よりは下回ってるかな、4度ぐらいまで行ってると思うんですが、この TPU の膜を前後に張りまして、今上部はメッシュの状態にしてます。それでテントの中は、テントの中が21度です。ちょっと風が吹くと開けてる分寒いんですが、閉めると先ほど23度ぐらいまで上がったんで、少し、開放しながら、非常に過ごしやすいテントですね。で最近ですね、私この TC の膜の方も注文してまして、現段階も出荷されていないような状況でしたんで、問い合わせをしたところ、12月の10日出荷予定だそうです。もうさすがにこれ以上伸びないのかなとは思うんですが、まあ、出荷の予定よりも3回ぐらいずれにずれてるんですかね。まあ、その辺でまあ、年内には届くことを希望してるんですが、まあちょっとその辺は待って見てみたいと思います。風がちょっと強いですね。ガイロープはちょっと張ってないんですが、まあ夜になりましたらだいたい風速1メーター程度ということなんで、今現状はまあ起きてるんで張らずに、ちょっと状況を見ながら過ごしていきたいかなと思います。それではちょうど今時刻が11時56分になりましたんで、少し、景色を楽しみながら昼食を取りたいと思います。今回はこちら、
ょうど切るんですね。中華鍋を使って作るのは、作るというよりは、まあ炒めるっていうか温めるというか、こちらの方、多分もうキャンプやってる人は分かるんですけど、だんだん面倒くさくなって簡単に作れるものがいいねっていうことになると思うんですけど、私もちょっとこちらのチャーハンの方作って食べていきたいと思います。フライパンの場合は油を引かずに凍ったまま商品を袋から出して中火で炒めますと、一袋が6、7分ですね。では作っていきたいと思います。完成しましたので食べてみたいと思います。じゃあいただきます。うん、うまい。ヘタギな中華で食べるより全然こちらの方が美味しいかもしれないですね。チャーシューもゴロッと入ってて美味しいです。油っこさもないんで、まあ非常に食べやすいですね。まあ、チャーハンによっては結構べっとり油があって食べにくいとかあるんで、これは比較的、まああっさりではないですけど、いい感じのバランスが取れてると思います。うん、うまっ。冷凍食品も最近は侮れなくなってきましたね。はい、現在の時刻は2時になったんで、夜のご飯の段取りをしていきたいと思います。今日はもつ煮込みを作りたいと思います。だしは、アンバサダーを務めてます、安丸だしの贅沢ローストだしを使って、今回、もつ煮込みを作っていきたいと思います。まずは野菜をカットしていきます。人参、玉ねぎですね、生姜、それとニンニクですね。まずは人参、少量しか使わないんで、続きまして大根ですね。いやー、しかし TPU の膜使うとかなり暑いですね。今日差しがものすごい、まあ、西日に近づいて差し込んでるんですけど、膜内の温度は25度ぐらいあります。で、今日ストーブ持ってきてストーブでコトコトやろうかなと思ったんですが、まあ日落ちれば一気に寒さは増してくると思うんで、まあ日落ちて4時ちょうど、今山なんで4時半ぐらいからはいい感じの温度になると思うんで、その頃のストーブつけてコトコトちょっと煮ていきたいかなと思います。で、まあまずはじめに、はじめの煮炊きは、まあ、コンロを使ってフラットバーナーで、
下段取りをして、終わった段階で、ストーブを使って料理をしていきたいかなと思います。いて、撮影すると必ず声は聞こえてくるんですけど、比較的今日は静かにのんびり過ごせるのかなと思いますね。少し歯ごたえ残したいんで、で、ニンニク、ちょっと成長しすぎて芽が出てる可能性があるんで、芽は取っていきたいと思います。野菜を炒めていきたいと思います。暑い時にはビールをいただきます。じゃあお疲れ様です。うまい。じゃあ作りながら飲んでいきますか。油を少量、量全部入れちゃいます。一旦ここで火を止めて蓋をして蒸し焼きにするような形にします。もつ煮込みなんですが、鶏皮も入れていきます。地元のナス鶏、まあ見切り品ですけど安く購入できるんで、こちらも入れていきます。まあ少量でもいいんですが、まあこれしか売ってなかったんで、とりあえず全部使っちゃいます。一口大、まあ約持つと同じぐらいの大きさですかね。切ってきます。まあ、本当は冷凍の方が多分料理しやすい形ですからね。じゃんじゃん切ってきます。なんせちょっと風が強いということで、まあ風強くて薪ストーブ使うとですね、まあ、もし煙突から火の粉が飛んだ時に隣の人とかの、まあ、迷惑になったり、かつ、誤って火の粉が隣の人のテントにですね飛んでったら、まあ、こちらも申し訳ないし向こうの人も気分悪くなるんで、その辺はちょっと控えたいなと思って、今日はまあ、ストーブで過ごせるような環境の段取りをしています。はい、切り終わりました。こちらも炒めていく形になります。そしたら水を入れるんですが、この土地で焼いた市で、すぐ近くに小神沢湧水というところがありまして、そこで、汲んできましたので、その
湧き水で煮たいと思います。はい、じゃあそうしましたら、だしを入れていきたいと思います。今回は量が多いんで、2パックほど入れて煮込んでいきたいかなと思います。もう1パックぐらい入れてみますか。ちょうど2リッター、500ミリリットルで1つだから4つ入れちゃいます。いい出汁が取れるといいです。いい出汁が取れるっていうか、もういい出汁になるんで、美味しく仕上げたいと思います。日が落ちかけてきて、気温が19度まで今現状下がってきてるところですね。今日はこのビールを飲んだら、もつ煮込みで熱燗で、飲んでいきたいと思います。20度ぐらいだからビールがちょうどうまい。まあ、熱燗といってもいっぱい飲まないんですけど、こちら地元のお酒の天高、こちらを熱燗でもつ煮込みをキュッといただこうかなっていう作戦ですね。ちなみにこのテント喫煙者にも非常に優しいテントですね。上がメッシュになるのでタバコの煙が上に抜けて、燃料汚れも少ないのかなっていう気はするんですが、自分のテントなんで、まあ誰かと一緒だったら多分吸えないかもしれないんですけど、先ほども説明した通り、まあ、このドキキャンプさんの G2000 のテントが途中で X バージョンに変更したということで、まあ、その時に、まあ、いろんな段取り等で遅れますよという話があって、私がこれを購入したのが確か3月初め頃ですかね。でその時には私が届いたのは5月の中旬ぐらいにこのテントが届いて、ヒゲキャンプさんの G2000 ミーティングに参加させていただいたんですが、まあ、その時に、まあ、ちょうど G5000 もヒゲキャンプさんともう一方使われてて、まあ、実物見たんですが、まあ、ソロで使うには十分の広さと大きさ、立って、まあ、頭が全然つかない感じですね。これは約180ぐらいあるんで、真ん中は当たらないんですけど、まあ、両サイドは当たるような形で、まあ、コートをちょうど立てて、置けるんで、まあ、その辺で考えるとソロには十分なスペースかなと思います。 X バージョンの開業点もいろいろこう出てるんですが、実際 TC バージョンって写真もまだ開業点の部分が出てなくて、いろいろこう聞いて、私はじめ購入したのが、カーキの色でした。カーキ色ですね。そちらの方が初版の段階のものは、寒くなってきたな、日が落ちた瞬間に急激に気温がここってきて、まあ話変わるんですけど、カーキ色を買ったんですけど、そのカーキ色、まあ、一番初めてカーキ色とグリーンかなが出てたと思うんで、カーキ色が結構ダークカーキ色っぽい感じだったんですけど、話をちょっと聞くと、その X バージョンになった時には少し明るめのカーキっていうことを言ってましたんで、ちょっと今サイトで載ってるカーキ色の色だと思うんですが、ちょっと色が明るめで、多分どちらかっていうと今天幕デザインさんで出してる、テントの色より若干明るいのかなと、そんなちょっと気がしてならないので、
どちらかというと天幕デザインさんから出てるワンポールテントの色合いよりさらに明るいようなというイメージがしましたので、途中私は今使っている G2000 のブラックの色に合わせてブラックに変更させていただきました。まあ、実際新仕様が全然どういう仕様かわからない状態なので、まあ皆さんも心配はしてると思うんですが、まあ私の場合は、まあ時間帯によると思うんですけど、チャットの方を利用させてもらって、まあいろいろ質問をさせていただいたんですが、結果からすると、まあ写真向こうから多分送れると思うんですが、まあ全然送られてこなかったんで、こんな感じの色ですかということで確認をしたところ、やはりちょっとかなり明るめの化学色だったんで、ブラックに変更させていただきました。それはですね、まあ、随時、まあ、届きましたら商品の方を紹介させていただきたいなと思いますので、楽しみにお待ちください。もう煮込みの方ができましたので食べていきたいと思います。